タラバガニ。タラバガニ、タラバガニ、学名、英語、は、十脚目、エビ目から、イオシタメ、ヤドカリシタメに分類される、甲殻類の一種である。タラバガニ属は、タラバガニを含む五種からなる。和名に、カニの名があるが、生物学上は、ヤドカリの仲間である。食用としては、珍重され、分布域の沿岸で重要な水産資源の一つとなっている。 種小名は分布域内にあるカムチャツカ半島に由来する。種小名は女性型が用いられることもあるが、俗名のは男性系なので、同じく男性系のを使用するのが望ましい。和名は生息域がタラの魚場、タラバ、タラバと重なることに由来し、古来タラバガニと呼ばれてきたものを本造学及び、博物学とその後継である生物学が、 学術名として引き継いだものである。カニの名称は、学術的には問題があるが、広く普及している通俗名を重視する姿勢をもって、改められることなく採用された。英語では、キングクラブという大グループのうちの一種との認識で、カナテンシ社、レッドキングクラブと呼ばれる。一方で、カブトガニも同じ英名、キングクラブと呼ばれるが、こちらは、カニではなく、 雲に近い動物である。タラバガニ族とその海分類五種。タラバガニとその近縁種。近縁種として、北日本沿岸に分布するタラバガニ族、学名、ジーナスパラリトーデスとして、タラバガニ、学名、ピーカムチャティカ、英語名、レッドキングクラブの他に、アブラガニ、学名、ピープラティペス、英語名、ブルーキングクラブと、花咲ガニ、学名、 P. ブレベプス、北、太平洋東岸の P. カラフォーニンシス、英語名、カリフォルニアキングクラブ、及び P. ラスボーニの4種類がある。全3者はどれも、タラバガニ同様重要な食用種となっている。その他、チリアルゼンチン付近に分布する、南タラバガニ、学名、英語名、サザンキングクラブ、リースギスターカよ、英語名、 サウスティランティックキングクラブや南極イバラガニ、革命プララミススピナシシマ、英語名アントクティックストーンクラブも食用種として捕獲されている。幸福は25センチメートルほどで足を広げると1メートルを超える大型甲殻類である。全身が短いトゲ状突起で覆われている。食用として流通する際は茹でられて赤代々色になったもの。 外骨格に含まれる成分であるアスタキサンチンが加熱によって可視化したものが多いが、生体は背中側が暗視色、腹側が単行色をしている。甲は丸みがあり、やや前方に尖った五角形をしている。両脇が盛り上がり、複眼の間に尖った、角角、中央にエッジ型の溝がある。なお、心意気、H 字の中央下の区画に6つの突起があり。 ここで禁煙種の油ニ、突起が4つだけと区別できるが、稀に5本の個体、油ニも見つかる。五体の不足のうち、第一歩脚は、ハサミ足で、右のハサミが左より大きい。太くて長い不足の中では、第三脚が特に長い。第五歩脚は小さくて、エラ質、祭質に差し込まれており、エラの掃除をする役割がある。このため外見はほぼ、 カニであるが、足が三体しかないように見える。他にもメスの腹部の左右が異なり、腹足が左側のみにあることなど、ヤドカリ類の特徴がある。また、横方向に移動するのが一般的であるカニに対して、タラバガニは縦方向にも移動ができる。顔立ちもよく見ると、カニ類よりはヤドカリ類に近い特徴を備えていることがわかる。日本海、オホーツク海。 ベイリング海を含む北、太平洋と北極海のアラスカ沿岸、ガラパゴス諸島、チリ、アルゼンチン付近に分布する。日本の太平洋沿岸では、駿河湾や徳島県沖の水深約850、約1100メートルの海域での捕獲も記録されている。食生は肉食で、多毛類、貝類など様々な小動物を捕食する。一方、天敵としては、人間以外にも、 オオカミウオやミズダコなどがいる。なお、ロシアノルウェー国境沖のバレンツ海には分布していなかったが、1960年代に旧ソビエト連邦の科学者がバレンツ海に放流し、繁殖させることに成功した。1980年代後半からノルウェー沖でも生息が観察されるようになり、現在でも分布域を広げつつある。この個体群は、 ロシアノルウェー両国で漁業資源として利用されているが、天敵がいない環境で爆発的繁殖を遂げ、外来種として既存の生態系を脅かす存在ともなっている。このため、現地では旧ソビエート連邦時代の国家元首の名にちなんで、スターリンクラブとも称されている。4月から6月に遊場で産卵し、生態は 水深30から350メートル程度の砂底底に生息するが、若い個体は1海回にも生息する。水温の低い高位度海域ほど浅い場所に生息する。オスメスともに孵化後、4年程度で成熟した後に繁殖を行い、15年程度生存する。メス1匹あたりの孵化数は高齢個体ほど多いと考えられる。種病値が二世3用に育成した個体では、 一万六千粒から八万粒程度を放卵した。日本における主な漁場はオホーツク海で沖合底引き網や刺し網で漁獲され、かつてはカニ光線があり、漁獲したものを海上で缶詰にまで加工していた。かつてはマダラのハエナワ漁でも混獲されていた。近年、乱獲によって生息数が減少している。日本ではタラバカ二類最捕取締り規,規則。 昭和8年のオリン症例第9号という命令により、メスの採捕が禁止されているが、販売についての規制は特になく、ロシアからの輸入品が小ちタラバとして流通している。海外におけるタラバガニの魚場は、アメリカ合衆国アラスカ州のベーリング海のブリストル湾、同じくベーリング海のノートンサウンドという名の入り江や、カムチャッカ半島近海などが有名である。 その中でもアメリカ産、アラスカ産が非常に人気があり、日本にも毎年輸入されている。日本への輸入業者としては、アメリカ最大の水産会社である、トライデントシーフードや日水が代表的である。塩茹でや蒸しカニとして流通することが多く、そのまま食べる以外にも様々な料理に使われる。日本では、半透明の生身を刺身で賞味することもあるが、加熱したものより、 繊維質が強靭で、旨味も薄い。ヤドカリの仲間であることから、毛ガニやズワイガニとは違い、カニ味噌は油分、水分が多く生臭さがあり、通常は食用にされない。油ガニはタラバガニとよく似ており、しばしば混同されることもあるが、油ガニをタラバガニと表示して販売することは、日本では禁止されている。2004年にタラバガニの原材料偽装。 実際は、アブラガニが日本で問題となった。アブラガニは従来北海道では、タラバガニと明確に別の種類として扱われていたが、後に、価格も上昇したラバガニの代用魚として、利用されるようになった。2004年3月21日の毎日、放送系ローカル、ボイス、同年4月25日の TBS 系、報道特集にて、偽装販売問題が放映され、 北海道札幌市の二条市場への取材により、一部の店舗で偽装を認めたコメントが放映された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。